Hi, everyone. This is Rachel from Cyber Sports Network. I'm here with Shibori San, director of Dead or Alive 5, a game a long time coming, but you've had a very exciting journey here to Season's Beatings. This is the first main tournament of the event outside of the release event. So what has it been like getting to Season's Beatings? すごいね、大きい大会ですよね。格闘ゲーム、Dead or Alive 5だけじゃなくて、本当にいろんな格闘ゲームを愛する人たちが集まって、すごい盛り上がってるっていうのが 見れてすごく良かったです。でその IPL の人たちと Dead or Alive 5をここに持ってきて、で Dead or Alive 5の大会も盛り上がって、これがまあ最初スタートなんですよ。でこれからまた Dead or Alive の大会をどんどん大きくしていきたいと思っています。Well, like you said, coming here to Season's Beatings, you get to see your game next to a whole bunch of other fighters. So, what are the thoughts going through your head when you see them? Dead or Alive 5がね、7年ぐらいこう4から5までかかってて、で格闘ゲームのその仲間として認めてもらえるかちょっと心配はあったんですよ。でも他の格闘ゲームと並んで一緒にこうゲームしてね、ゲームっていうか大会が本当に行われて盛り上がって、これを見たら。Dead or Alive 5はちゃんと格闘ゲームとして認められたんだなっていうのがね、実感できてすごくハッピーです。It's been a while since Dead or Alive 4, but it seems like the Dead or Alive community has remained completely unified and is all coming back out in force for Dead or Alive 5. So what is it about the game that has kept the community together for so long? そうですね。まあ正直なところ、まあ自分が聞きたいぐらいですよ。なんでこんなにみんなデッドライブを支えてくれてるんだろうって思っています。でその答えはやっぱりデッドライブが持っているそのゲーム性ですね。きっとその独特のゲーム性っていうところに惹かれた人たちが一生懸命支えてくれてるんだと思います。 How has the community been involved in putting together Dead or Alive 5? デッドライブ5はね、特にコミュニティの力を借りたタイトルなんですよ。でもうちょっと前に遡ると、デッドアライブディメンションズの時に、まあ、あるファンからね、メールをもらって、それで答えたことがあるんですよ。でもその答えが、彼らにとって少しがっかりするものだったんです。でそれで我々はコミュニティがどういうことを望んでいるのか、彼らはこう何をすれば喜ぶのかっていうのを一からもう一回勉強し直してたんですよ。で彼らからいろいろ勉強して、本当に愛情ももらい、時には厳しく叱ってもらって、でそれで完成したのが Dead or Alive 5なんです。だからコミュニティなしではこのゲームは完成しなかったと思います。 Well, Dead or Alive is a huge hit in the fighting game community, in competitive gaming. It was featured prominently on Championship Gaming Series. How has competitive gaming, the idea of it, the marketing of it, the possibility of it, affected the development of Dead or Alive? そう、大会向けでもあるんですけど、 Dead or Alive って本当に誰でも遊べるエンターテインメントでもあるんです。だから調整は一番レベルの高い人を想定しているんですけど、本当にみんなで遊んでもらえるようなゲームになってるんですね。でそれがで すみません、大会に関してね、今回 IPL と協力して大きな大会を実際にできましたね。でそれでやっぱりファイティングゲームはね、大会があってなんぼだと思いましたね。こう大会があるからみんなそこを目指して一生懸命練習するし、大会があるからみんなそれを見て楽しむし勉強するし、すごいね、そういう大会から広がっていくっていう、この格闘ゲームのならではのその何ですかね、ビジネスモデルというか、そういうのがもうはっきり分かりました。で私一人で大会をやるのは無理なんですけど、今後もずっとIPL 中心にね、一緒にやって大会をどんどん開催して、でプレイヤーたちに応えること、これを
私はあの会社に戻ってあのぜひこう提案していきたいと思います。 Well, is there anything that you want the fans of Dead or Alive to know in particular?、うん、あのね、ファンの皆さんのおかげで Dead or Alive 5はあります、まあ、さっきも言いましたけどすごく感謝しています。で今後も Dead or Alive 5はコミュニティと一緒に成長していくタイトルだと思うので、皆さんいっぱい遊んでその感想とか思いをまたチーム忍者に届けてください。それを我々は受け取って必ず何かしらの形で答えたいと思っています。でそれもうデッドライブを楽しんでください。Well, thank you so much for your insight. It's been incredible talking to you, and the game looks amazing. I can't wait to see what it'll become. ありがとうございます。Thank you.